サンピープル一枚ニュートで MC を務める平野翔の衣装は豪華ルイ・ビトンコレクション公開。彼のスタイルの秘密とは平野翔のルイ・ビトン愛用アイテムを徹底解説。その豪華さとセンスで話題となっています。特に、彼が着用するルイ・ビトンの衣装は、視聴者の目を引きつける要素の一つです。平野翔が選ぶアイテムには、彼のファッションに対するこだわりと、 彼自身のスタイルを際立たせるための工夫が詰まっていますまず彼が選んだイチアブ野さんという型番のタキシードジャケットについて見てみましょうこのジャケットは約510万円もする高級品でパーティーやフォーマルなイベントに欠かせないアイテムですサテン素材のラペルと全体に施された LV スタリーナイトのデザインが特徴でこの洗練されたデザインは同じパターンのパンツと合わせることで さらに一層引き立ちます。平野翔は、このジャケットを着用することで、その存在感を一層高めています。次に、同じく LV スタリーナイトのデザインが施されたタキシードパンツ 1ABJV さんについてです。このウール製のパンツは約18万円で、エレガントな装いには欠かせない一品です。各客にサテンのバンドが付いており、 控えめに散りばめられた LV スタリーナイトのモチーフが特徴です。このパンツをジャケットやジレと合わせることで、統一感のある華やかな装いが完成します。平野翔がこれらのアイテムを選ぶ際のこだわりは、ファッションに対する真摯な姿勢を物語っています。彼の選んだタキシードジャケットやパンツは、単なる衣装ではなく、彼自身のスタイルを象徴するものであり、特別な意味を持っています。 LV ・スタリーナイトのモチーフは、夜空の星踊り地を思わせる美しいデザインで、彼の輝かしいキャリアと未来を象徴しているかのようです。平野翔の衣装に込められた細部へのこだわりは、彼がファッションに対して持つ深い理解と情熱を示しています。例えば、M79,089 の型番を持つ LV ・スタリーナイトのネクタイについても、その細部に注目すると、彼のセンスが光ります。 このネクタイは約3万4000円で、シーズンコレクションの一部として登場しました。黒いシルクで作られており、ルーレックス糸で織られた精巧なモノグラムパターンが施されています。このアクセサリーは、ダークスーツと完璧にマッチし、上品な雰囲気を演出します。平野翔がこのネクタイを選んだ理由は、ただ高価であるからだけではなく、そのデザインが彼のスタイルに完璧に合致するからです。 さらに、最も高価なアイテムとして紹介するのが99万3923の LV ボルトワンネックレスです。このネックレスは約80万円もします。18系ゴールドで作られており、小さなダイヤモンドが散りばめられています。調整可能なチェーンと組み合わせたデザインで、LV の文字が立体的に配置され、その中央には精巧にカットされたダイヤモンドが輝きます。 このネックレスは同じコレクションの他のアクセサリーと組み合わせることもできますまた LV ボルトワンネックレスは彼のスタイルにさらなる豪華さを加えていますこのネックレスは18系ゴールドとダイヤモンドが贅沢に使用されておりそのデザインはシンプルながらも非常にエレガントです平野紫の首元で輝くこのアクセサリーは彼のカリスマ性を一層引き立て見る者を魅了します 平野翔が選ぶ衣装の中でも特に目を引くのが 1AAZ4YLV バロックラインダービーですこの靴は約19万6900円でルイ・ヴィトンの2022周到ーーメンズコレクションで披露されたものですハイブリッドなスタイルが魅力のこの靴はアッパーに艶やかなカーフレザーを使用しておりチャンキーなラバーアウトソールに刻印されたモノグラムフラワーモチーフと LV イニシャルが精緻な立体感を生み出しています 目を引くトレッド入りのソールにもモノグラムフラワーモチーフをあしらっておりこの靴が彼のスタイルに一層の深みを加えていますさらに平野紫が長くルイ・ヴィトンを愛用していることを示すアイテムとして2020年に発売されたルイス・ビットンのブラックスタッフシャツがありますこのシャツは現在では入手困難なレアアイテムですが彼がいかに長くルイ・ヴィトンを愛用しているかを示す一例です このブランドは時代を超えてもなお彼のスタイルに影響を与え続けています平野紫が身につけているルイ・ヴィトンのアイテムはどれも高級感あふれるものであり彼の魅力をさらに引き立てています彼のファッションセンスとルイ・ヴィトンの洗練されたデザインが見事に融合し多くのファンを魅了していることは間違いありません彼が選ぶアイテムはすべてが一貫したテーマを持ち それぞれれぞが相互にに補完し合うようよデザインされていますこれは彼のスタイルが単なる流行の追求ではなく彼自身の内面と外面の調和を追求していることを示していますまた平野翔が MC を務めるサンピープル1マイニュートでのパフォーマンスは彼のファッションセンスをさらに際立たせる場となっています彼の衣装選びは番組のテーマや雰囲気に合わせて細かく調整されており 視聴者に強烈な印象を与えています彼の登場シーンでは衣装が一層輝きを放ち彼の存在感を一層引き立てています平野翔のファッションは彼のキャリアだけでなく彼自身の成長や変化も反映しています彼が選ぶアイテムやスタイルは時折変化しながらも常に彼自身のエッセンスを失うことなく保たれています彼のファッションへのアプローチは 自己表現の一環であり彼の成長とともに進化し続けています最後に彼がルイ・ヴィトンを愛用している理由の一つとしてそのブランドが持つ歴史と伝統への敬意が挙げられますルイ・ヴィトンは長い歴史の中で培われた技術とデザインの融合により常に革新と伝統を両立させてきました平野紫もその精神に共感し彼自身のスタイルに取り入れています 平野章のファッションセンスとルイ・ヴィトンの魅力が見事に融合し、彼の存在感を一層引き立てています。彼の衣装は、単なるファッションアイテムではなく、彼自身のアイデンティティを表現する重要な要素であり、多くのファンにとっても憧れの的となっています。平野章の今後の活躍と、そのファッションスタイルの進化にも期待が高まります。彼のファッションがどのように変化し続けるのか、 そしてどのように新しいスタイルを見せてくれるのか、ファンは目が離せません。彼のファッションスタイルは、常に進化し続けていますが、その中でも一貫したテーマやモチーフが存在します。例えば、彼が選ぶアイテムには、夜空や星を連想させるデザインが多く見られます。これは、彼のキャリアが夜空の星踊り字のように輝いていることを象徴しているのかもしれません。また、彼のファッションには、 常にれガンスと豪華さが感じられますこれは彼がただ単に流行を追いかけるのではなく彼自身のスタイルと価値観を反映させていることを示しています平野翔のファッションセンスは彼の内面の成長と外見の変化を反映しています彼が選ぶアイテムは彼の人生のステージごとに異なるテーマやスタイルを持っていますしかしどのステージでも一貫しているのは 彼の個性とエレガンスを失わないことです。彼のファッションは、彼の人生の物語を語るものであり、その一つ一つのアイテムが彼の経験や価値観を反映しています。また、彼のファッションセンスは、多くのファンにとっても影響を与えています。彼が選ぶアイテムやスタイルは、ファンにとっても憧れの的であり、彼のファッションを真似することで、自分自身のスタイルを見つける手助けとなっています。 彼のファッションセンスは、ただ単に美しいだけでなく、彼の内面の深さや情熱を反映しているため、多くの人々に感動を与えています。